はい、どうも、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回は、久々にモンスターハンターアイスボーンやっていきたいと思います。動画では久々なんですけど、僕自身ね、普段は、ビルダーズと並んでモンスターハンター最近やっていて、今話題のムフェトジーバ、周回してね、遊んだりしてたんですけども、今この動画を上げてる時点で、昨日からですね、セリエナ祭りとアステラ祭りが、併用して、開催されまして、いろんなイベントクエストが、受注できるようにね、なっているんですけども、ちょっとこのブラントドス1人倒しちゃったんですけど、1人では1匹倒しちゃったんですけど、このブラントドス2体倒すっていうのも今回から出たイベントクエストかな。で、他にもね、イベルカーナとバルハザク2体倒して、手に入る、今僕がつけてるこのマフラーみたいな装備と、あと重ね着で、チャイナドレスみたいなの。満腹？万腹？ちょっとどっちで読むかわかんないけど、チケットのスペシャルを5つ集めてゲットできる重ね着と、装備でも確かあったかな。で、あと他には、あれかな、歴戦個体のブラキリオスを倒すと、ツルハシの形をした太刀がゲットできるみたいな感じだったと思うんですけど、ムフェトを周回して、ムフェト武器とムフェト装備は一通り作って、で、今ね、ほんと見た目がいいかなと思って、ムフェトに頭だけ、さっき言った、バルハザクとイベルカナのクエストのね、装備、マフラーみたいなのをつけてるわけなんですけども、一応この状態でもシリーズスキル発動するようになってるんで、ムフェトのシリーズスキルがどんな感じだったのかっていうのを個人的に感想を喋りながら、今回はね、こいつと戦って終わりたいと思います。僕がモンスターハンターの動画を上げないのは単純に僕自身がこのゲーム苦手なので、恥をさらせただけなんですよね、正直ね。っていうのと、非常にね、喋りながら戦うのが難しいと思っていて、あんまりね、上げる頻度がないんですが、でも裏では頑張ってね、やっていて、確か前回は太刀を使ったかな？で、結局僕あれから太刀一回も使わないでですね、表記練成太刀っていうのはやめました。もう僕はね、スラーク1本でこれからも頑張っていこうかなと思うんですけど、スラーク1本で頑張っていくっていう話に通じる部分が今から話すことはあって、ムフェトジーバのシリーズスキルっていうのは、簡単に説明するとね、モロ刃の剣になるんですよね。武器を出してる時に、シリーズスキル1つ目だと確か会心率が20で、2つ目だと会心率が40上がるっていう、結構鬼強化のスキルにはなってるんだけども、あと属性もね、上がります。なんだけども、デメリットもそこにはあって、武器を出しているその間、会心とかは上がっていいんですけど、武器で攻撃してる時にね、ちょっとずつダメージを食らってしまうんですよね。ダメージをこう空振ってる時も多分これ減ってると思うんで、そうなると必然的にカスタム強化で回復付与をつけた方がいいんじゃないかなって僕は思うんですけど。てか、つけていて、回復付与ね。それでなんとかこう、トントンかなって感じなんですよね。回復付与のレベルはね、僕1なんですけども。でね、スラーク1本で頑張ってるって今話したんですけど、単純にね、このスキルはスラッシュアックスとは相性良くないんじゃないかなって思うのが正直なところかな。やっぱスラッシュアックスって空振りすることが多いんで、手数が多い太刀だったりね、双剣とかの方が向いているスキルなのかな、なんて風にも思うんですけど、いや、剥ぎ取りは、いいか。
詐欺入どこ、はい、で一応ね攻撃やってこう当てていくと自動回復っていうのはするんですけどね、はい。まあ、今僕がやってるのはなんかランダムでねその満腹だから満腹チケットっていうのが手に入るので、まあそれをこう頑張ってやってる感じですかね。一応ログインでも手に入るのかな、うん、5枚必要なんですよね重ね着ゲットするのに、うん、まあそこら辺を取りたいなみたいな。ムフェトの集会はちょっとやりすぎて飽きてしまった感が強いので今休憩しています。はい、ではね今回はちょっとなんか短い動画なんですけどここで一度終わりたいと思います。出るかなチケット、出ないかな、出なかったですね。うん、マスターランクで出るよって書いてあるサイトさんと、あとログインボーナスでゲットできるって言ってるサイトさんとあるんですけど、レイトウチケット、これはまだ見てないな。これ何のチケットなんだろう。うん、まあとりあえず今の目的としては満腹だか満腹だか分かんないんだけど、まあそのチケットスペシャルをゲットしたいなって感じですかね。ロードが長い。集会所もねきらびやかな感じになって綺麗なんですよね、うん、無料のアップデートにしてはすごいなって思うんですけど。はい、では、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございます。